追ってきたわ、逃げて。パワーがなくなってきちゃったよ。水分を補給しなきゃね。あそこに大きな湖があるわ。ちょっと待って、その水を飲ませるわけにはいかない。何これ、こんなキャラクターいたっけ。二人にミッションを与える。みんなが毎日当たり前に飲んでいる水道水の秘密を見つけたらミッション終了だ。えい！なにこれ！はぁ？水道水の秘密を見つけなさいって言われても、水道水ってどこから来るの？僕も知らないよ。まず、さっき見つけた湖に行ってみよう。やっとたどり着いたけど、ここはどこだろう。確かに水はいっぱいあるけど。よくここまでたどり着いたね。あ、君はさっきの。僕の名前はスイスイ、水の国の妖精だよ。僕たち水のことをもっと知ってもらいたいから二人に来てもらったんだ。突然びっくりしたよね。ごめんね。そうだったんだ。なんだか楽しそうだからいいわ。しずくちゃん、ありがとう。ここはいなべ市にある中里ダムといって、水道水の元となる水を貯めているところだよ。この地図を見てごらん。ダムの水が水道水になるためには、こんなに長い道のりを旅しなければならないんだよ。中里ダムは名古屋ドーム約10倍の水を貯めることができるんだよ。これだけ水があったらなくなる心配はないね。いやいや、ずっと雨が降らなかったりすると大変なんだ。そんな時は節水してもらわないと困ったことになるんだよ。うん、そうなんだ。じゃあ次に連れて行ってよ、スイスイ。わかった。じゃあ行くよ。それ。ここは小物調整池。中里ダムから送られてきた水を貯めてあるんだ。名古屋ドームと同じぐらいの水が貯められているんだ。ここに貯められた水は、小物導水ポンプ所のポンプを使って水をきれいにする浄水場というところまで運んでいるんだ。へえ、そうなんだ。じゃあさっきの地図で確認してみよう。次はいよいよ浄水場だよ。それ。ほら、ここが水沢浄水場だよ。大きなプールがいっぱいあるわね。楽しそう。違うよ。ここは泳ぐプールじゃなくて、あのプールで水の中のゴミや泥を取ったり、バイ菌を消毒したりして、きれいなおいしい水を作っているんだよ。じゃあ地図を見ながら水の行方を追いかけるよ。はーい。ここは水沢浄水場に最初に水が到着するところで、着水井というんだよ。きれいね。見た目はきれいだけど、まだみんなが飲むには少し汚れているから、これからきれいにしていくんだよ。まず水に混じった小さなゴミや泥を取り除くための薬品を入れるんだ。薬品って消毒するの？消毒じゃなくて、この薬品は小さなゴミを塊にするためのものなんだよ。ここで薬品を入れた水をこうしてぐるぐるとかき回すのさ。次のフロック形成池というところでは、かき回す速さを変えて4つのプールを順番に進んでいくんだ。
ほんとだ。だんだんスピードがゆっくりになってるわ。何かふわふわした綿みたいなものがたくさん置いてるけど、あれは何？あれはフロックといって、薬品で固めた小さなゴミや泥が集まったものだよ。フロックは4つの池を進んでいくうちにだんだん大きくなっていくんだ。次は沈殿池だよ。あれ、ここにはかき混ぜる羽がないんだね。そうだね。沈殿池はさっきのフロックを7時間から8時間かけてゆっくりと沈めるところだから、かき混ぜてはダメなんだよ。あんなにふわふわしたものを沈めるんだから、じっとしてないとダメよね。そう、見た目にはわからないかもしれないけれど、ここの水は1分間に25センチずつ流れているんだ。へえ、まるでカタツムリが這ってるみたいなスピードだね。次は急速ろ過池だよ。今までは目に見えるような大きさのゴミや泥だったけど、目に見えないような小さなゴミや泥などを取り除くところが急速ろ過池なんだよ。見てごらん。ここでは砂利や砂などの細かい層を通して、小さな小さなゴミまで取り除いているんだよ。これをろ過って言うんだ。急速ろ過池では砂利や砂などの間に溜まった汚れをきれいにするために、定期的に水を逆流させて掃除しているんだよ。ここでろ過すればもうきれいだね。ところがまだダメなんだ。もっともっと小さいバイ菌などがいるかもしれないんだ。お腹が痛くなる原因のバイ菌なんかはろ過するだけでは取り除けないんだ。だから最後に消毒するための薬品を入れてバイ菌を退治するんだよ。こうしてやっと安心して飲める美味しい水道水が出来上がるのさ。へえ、いろいろな方法で綺麗にしていくんだね。浄水場に水が届いてから飲める水ができるまで半日くらいかかるんだよ。実は綺麗になった水は二人が今立っているところに貯められているんだよ。どこどこ？びっくりしたかな？見てごらん。このコンクリートの建物は浄水池といって、中が大きなプールになっていて、そこに貯めてあるんだよ。どうして建物の中に貯めておくの？それはね、せっかくきれいになった水に落ち葉や雨水が入ったらまた汚れちゃうでしょ。だからいろんなものが混じらないように建物の中に貯めておくんだよ。私たちがお家で飲んでいる水道の水はここから運ばれてくるのね。そうなんだ。水道水はここからみんなのお家まで水道管を通って送られているんだよ。みつるくん、しずくちゃん、水道水のこと分かってくれたかな？うん。他にも見てもらいたいところがあるんだ。あれ、魚が泳いでるよ。そう、この水はさっき見た着水性の水なんだ。水沢浄水場に届いた水に毒など変なものが混じっていれば、鯉たちが真っ先に知らせてくれるんだ。こっちには金魚がいるわ、かわいい。この金魚たちも着水性の水やろ過した水に毒などが入っていないか監視しているんだ。へえ、頼りになる金魚だな。次はこっちだよ。あれ、ここは実験室？そう、
ここは水に異常がないか人が検査機器を使って検査するところ。そしてこちらは機械を使って24時間連続で水の状態を監視しているところ。こうやって浄水場の水が飲み水として安全かどうか厳しくチェックしているんだよ。だからみんなが安心して水道の水が飲めるのね。次はこっちだよ。ここのプールは干からびてるよ。これは使われなくなったプールよ、きっと。違うよ。汚泥を乾燥させているんだよ。汚泥って何？さっき見たふわふわした綿みたいなフロックを覚えているかな？あのフロックが沈殿池の底に溜まってできたものを汚泥って言うんだ。ここでは汚泥を太陽で乾かしているんだよ。ふーん、乾いた汚泥はどうするの？産業廃棄物といって決められたところに捨てられるんだけど、工事現場を埋め戻す土なんかにも使われているんだよ。自然なものだもの、有効に利用しなくてね。うん、そうだね。じゃあ次に行くよ。ここは水沢浄水場の中央監視室。浄水場が正しく働いているか監視しているんだよ。最後はここだよ。それ。わあ、宇宙船のコックピットみたい。いろんな機械や機器がいっぱい並んでるよ。水沢浄水場から約10キロ離れた北西水道事務所というところにある運転監視室なんだ。水沢浄水場の機械を動かしたり、薬品の量を調整したり、ここから遠隔操作しているのさ。へえ、そうなんだ。こうやって水道水をみんなに安心して飲んでもらえるように休むことなく監視しながら作られているんだよ。夜も？もちろん。日曜日も？もちろんそうだよ。夜だって日曜日だってみんな水を飲むよね。だから休むわけにはいかないのさ。水って僕たちが飲めるようになるまでにずいぶん手間がかかってるんだな。これから水を使うときには今日のことをきっと思い出すわ。家族のみんなにももっと水を大切にするようにって教えてあげるよ。そうだね。安全で綺麗な水道水がみんなのところに届くまでのいろいろな秘密分かってくれたよね。みつるくん、しずくちゃん、ミッション終了だよ。バイバイ。ありがとう。